左の音ども公私引き換えたる世のありさまに物浮くおぼし知事の表立て祭りたもを帝は故院のやんごとなきやんごとなく重き大む白身とおぼして長き世のためと聞こえ おきたまいし御遺言をおぼしめすに捨てがたき者に思い聞こえたまえるに飼いなきこととたびたび用いさせたまわねどせめて返さい申したまいてこもりいたまいぬ今は糸ど人像のみ返す返す栄えたまうごと限りなし世のおもしと物したまえるおとどの各世を逃れたまえば公も心細をおぼされ世の人も心ある限りは嘆きけり左大臣も公ごとと私ごと引き換えてしまったようなこの今の世のありさまに大変物多くお思いになって知事の票左大臣を辞任する書類を差し上げられなさった辞表を出しになったわけです。辞表をお出しになったのを帝は亡くなられたあの切り壺の帝がこの上もなく重いご貢献役としてこの左大臣をこの上もなく重いご貢献役と思い定められてこれから後も長い世の固めとなせと言い置きなされたそのご遺言をお思い出しになるにつけても この左大臣を捨てがたいものとして帝も大思い遊ばしているので辞表を出したことを甲斐のないこととして何度もお許しなさらないけれども左大臣の方では繰り返し辞任をお願い申し上げなされてそのままこもっていらっしゃいました今は大層この右大臣家の一族のみが返す返す栄えたもうこと限りなし勢いをもっぱらにしていろいろな意味で立ち栄えていらっしゃることがこの上もなかった
世の重しと物したまえる音と、これは左大臣のことを言ってるわけですが、この世の重しとして世の中にいらっしゃるその音とが、左大臣がこんなふうに世を逃れておしまいになるからして、公も心細を思され、帝も心細くお思いになり、世間の人も心ある限りの人々はそのことを嘆いたことであった。すみません、ちょっと風邪をひきましてね、なんとか今日までにちゃんと講義ができるようにと思って、だいたいまあ予定通りこう今日からもなんか多少喉も治ってきたんですけど、まだまだなんか少し残っていまして、テキパキとなかなか行きませんけれども、お聞き苦しいでしょうけども、しばらく我慢してください。